お疲れ様です。ふみこです。何これ。休み時間があんまり時間がないんですよ、最近ね。すいません。ゆっくりね、こういうところでこう雑談とか喋れた日々、懐かしかったなという感じです。もう、詰め。ですね、本日は、これは、Apple、じゃあ iPhone13 Pro Max でのシネマティックモードで撮っております。なので多分後ろぼやけてると思うんですけど、まあちょっと一眼レフで撮ったみたいな映像になりますね。そして今、声は最近ちょっとね、マイク凝ってるんですよ。ラジオトーク聞いていただいてる方はご存知かなと思うんですが、聞いてない方のために説明しましょう。やっぱ音があんまよろしくない問題っていうので、まあちょっとライブ配信の時とかはしょうがないんですけど、まあ、今んとこね、私がライブ配信するときに、ライブしてる様子を流したりするときに、まあ、YouTube でなんかでも流してたんですけど、やっぱりまあ、その場でデータを送らなあかんっていうので、ある程度落ちるんでしょうね。だからそのパソコンつなげてね、マイクもちゃんとその A マイク立てて、パソコンつなげて、カメラはカメラで一眼レフとかでやって、でパソコンから配信とかいうことができるんであれば、ちゃんといい音質でね、お届けできるんですけど、まあ楽器持ってたり、アンプ持ってたり、マイク持ってたり、いろいろするから、それにまたパソコンとマイクとカメラととかって、もう私無理なんで、私車乗れないんで、電車で行くんで、いや、コロコロ転がしていくにしたって大変ですよ。でね、バイオリン、まあこの間から散々喋ってるんですけど、バイオリンってこう本番の時ね、持っちゃうじゃないですか。まあこれ片手で私ら持ちますけど、こうやって持ってしまったら最後置けないんですよ、これ。テーブルとかないでしょ、ライブのとことかって、こうそのちょっと横に置きますみたいな。まあ、これクラシックでもそうかなと思うんですけど、いつでもありゃいいですけど、だいたいないんですよね。なので、そのいろんなそのセッティングとか、もうちょっと高さ高くした方が良かったな、カメラとか、マイクの位置もうちょっと回転させてこっちに向けたいなとかいうのを、こっちの手しか使えないんですよ。片手しか使えない。で、これ置こうにも、そのライブハウスとかにこういうのを置く場所っていうのはないです。で、別にその、まあ、どっかまで置きに行ってもいいんですけど、ここに大体マイクがくっついてたりして、その有線でつながってるんで、下手に動けないし、なんか他の楽器の人も周り結構近くてライブハウスとかいるもんで、基本この手だけで譜面台を上げたりするのもやらないといけない。これ譜面台上げれないよ。譜面台両手いるやつ、ネジを巻いとかないといけないやつやったら、こっちほらもう使えないので無理なんですよ。そのこんなんやったらカーン落ちて終わりじゃないですか。だから片手でね、上げれるようなやつはいいですけど、片手で上げれるタイプの方、まあ譜面台ってありますよね。これ音楽教室ですね。こういうやつ、ここをギュッてやるだけみたいなやつは、こう足で下踏んで、片手でこっち楽器持ってて上げることができるんですけど、そうじゃなくて、ネジタイプの、こうネジで緩めて上げてまた締めるみたいなタイプのやつは両手いりますよね、絶対。だから片手で無理でね。だから緩んできたからとか、譜面台を起こしたりとかいう時も、バイオリニスト基本無理なんですよね。だから誰かによってこうやってもらうとかね、しないといけないんですけど、なのでもう荷物いっぱいはしんどい。 そういうね、なんかスタッフがいて、その、ね、撮影スタッフみたいなのがいて、撮影ずっとやってくれてるとかやったら、もうそういう人にパソコンも全部渡してやってもらったらいいんですけど、っていうので、まあ結局もう諦めてたんですよ。もうスマホ一発でこうスマホ置いて、そうやって。ほんならやっぱ、まあ配信はあんまり音よくない。ラジオトークとかの音声収録みたいな、音声のライブ配信はよろしいですわ、結構。あそこ、ラジオトークさんは結構その辺ね、音いいので。ちょっと画面は見えないけど、音だけお楽しみくださいって感じで、最近もそれでいこうかな、みたいな。だから、まあ実際見たい人は、後からまあ、ビデオ撮っといて、YouTube で出したり、まあ実際来れる人は来てもらうっていう形にしようかな、と思って。そしたら、まあ、撮影やったら、ビデオカメラなり何なりで、こう、まあ、別スマホでもいいですけど、撮っといて、いけるよねと。それでもやっぱその邪魔にならへんぐらい遠いとことかから撮ると、音がね、悪くはないかもしれんけど、ほわーっとすんのよね。今ね、実はそのこれ、IC レコーダーの音です。 IC レコーダー撮ってます。その音じゃない音にしますね。これがスマホから撮ってる音、どんな感じですか？別に悪くはないんですけど、空調の音とか入ってません？とか、なんかホワンって響いてますよね。これが IC レコーダーの音ですね。これもうちょっと口元に近づけるともっといい音するかなと。これです。最近使っております。ちょっとこう、はい、これ、ズームの F2 ってやつですね。ここに照準あるかな。そうそうそう、私に合わそうとしてくれてるな、見え隠す。はい、こうピントがね、パッとね。これが、ズームから出てる IC レコーダーなんですよ。これ、電池駆動です。電池で動く、
単音が2本入ってるのかな、うん、ですね。でこれはその本来はピンマイクをつけて使うようなもので音楽用ではないんですけど、やっぱまあ近くで撮るとこういうやつ、ピンマイクここつけるやつあるでしょ、こうやって、うん、つけるピンマイクね、こういうやつね、ピンマイクとセットで売って、これは内蔵、これが内蔵になってます、はい、やるやつで、SD カード、SD カード入れるところがあって、その SD カードの容量によって、まあ音声だけなんでね、そんななんかすぐ容量いっぱいになるってことはないと思うんですけど、多分まあ512メガなんかまで入れれるので、結構な容量は入ります。うん、でこれ圧縮じゃないやつ、WAV ってやつで取られるので、音はすごくいいと思いますね。これはなんか YouTuber 用みたいな感じで、これをだからここに引っ掛けれるようになってるんで、ベルトとかに引っ掛けて、まあピンマイクここにつけて、今日はハイ君ハイキングに来ましたとか、あちらに見えますのはみたいな感じで、こういろいろ話したりできるよっていうやつですね。はい。でそれを買いまして、でもこれで撮影してた、撮って音撮ったりしてたら結構良かったんですよね。で私音動画はこの iPhone で撮りたいんですよ。なんかいいでしょこれ、めっちゃなんかこのシネマティックモードめっちゃ重いんですけどなんかいい感じやなと思って、で音いいのないかなと思って探してて、まあ、IC レコーダーでよかったんですけど、普通の、これちっちゃくていいなと思って、なんせほら荷物重いの嫌やから。で、そんでこれはピンマイクやと、ピンマイクやとなかなかバーリン取ったりするのどうかなって、悪くはなかったですけどね、そんなすごい、こう、性能の、なんかあれじゃないかなっていう、この間の松本さんと撮ってた主音の音はこれで撮ってました。はい。これで、私の結構この、ちょっと近く、この辺ぐらいに置いて、バーリン。うん、でその後ろからまあスピーカーで、ギターが鳴っていたのでギターも取れてましたね。これ無指向性なんですよね。このいわゆる狙ったところを取りますみたいなのじゃなくて、こうフォワッと取れる感じなんですよね。うん、近い方がいい音しますけど。でこちらだから別買いしました。ちょっとこれ指向性なんでだいぶ音取れないでしょ。こっち向いちゃうとね、もう狙ったところを取っていきますっていうタイプの、これちょっとスポン XY ってなってるやつですね。ちょっと反対やね、 XY こうやねマイク W っていう会社のとこのやつめっちゃかっこいいですよ。めっちゃ高いんですけど、マイクに関して私が今年1年ね、いろんなものを買って分かったこと、高いマイクの方が音がええっていうことですね。はい、残念ながらマイクは高いやつが音がええです。はい。まあ、撮れますけどね。別にスマホでも撮れるけど、だから、まあ、その辺はどこで、なんていうの？まあ、こんなもんでいいかって思うかどうかなんですが、やっぱ A マイクの方が A 音で撮れます。うん、っていうか他のなんか、まあそのもちろん指向性か無指向性かみたいなところもあるんやけど、他の音が入らへん。多分今これ空調の音、シャーっていう音入ってないんじゃないですか。どうでしょう？私が喋らへんかって入るかな。結構近くとかで喋ってるとええ感じに撮れるんじゃないかなと思うんですけど、うん、ね、まあ耳で聞いてたらそんなに生でね聞いてたら気にはならないんですけど、やっぱそのマイクで撮った時に、でやっぱ皆さんも YouTube とかテレビとかですごいいい音に慣れてるから、こうなんかいきなりファミリービデオみたいなザワ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 ザしてるとこ来たらなんか音悪いなってなるじゃないですか、やっぱね音割れたりとかしてるとねっていうのがあって、まあ、いろいろね、よくアマゾンなんかでパッとこう売ってるようなやつええのないかなと思って調べても、安いやつはやっぱねあんま変わらへん。もう安いやつ、まあ、3000円4000円のマイクなんやったらあんまりこれと変わらへんなっていう感じ。まあ、ちょっとその指向性かも指向性かみたいなところがあるから、狙ったところ取ってるかどうかっていうのは違うけど、やっぱいい音やなってなってるのはやっぱ2万3万しますね。うん。で最近もう一個マイクいいの仕入れたの、これね、はい、こういうで、ここがライトニングになっとって、スマホにさせますよっていう、これ2万ぐらいするんですよ。マイクで2万高って思うかもしれないですけど、よくテレビとかで、まあテレビは大体当て振りが多いけどね、まあでもそのライブとかでここにバイオリンにちょっとつけてさ、弾いてはるやつ、あれなんか50万とか100万とかするのよでなんかね、もうこれからの時代ね、その分かんないけど、クラシックで本当に生音だけでやっていくんだっていう人は全然問題ないんですけど、このなんぼすごい素晴らしいストラディバリウス使ってますとか、すごい楽器ですごいコンクールで賞取った人が弾きますって言っても、 YouTube で流した時に音割れしてたら下手やなってなるじゃないですか。だからそこまでが実力ってなっちゃったんですよね。要するにインスタ撮った時に、カメラ撮った時に、インスタじゃないけどスノーとかでもないんですけど、
画像のアプリで細工するとこまでが実力です。はい、ね、その子が可愛いかどうかっていうのはその生が可愛いかどうかじゃなくてその子の加工までがその子ですね。はい、っていう感じでバイオリンもあの加工後までが実力に含まれてるようになりました。もう2021年含まれますね、これは。なのであの例えばその生で何もええ演奏してて何もよくても、まあ、そのこういう配信とかしないっていうならいいんですよ。でもするんであればそこまで含め自分の実力ですね。だからその辺は私もそのライブハウスとかでライブするようになってそのこういうマイクじゃなくてこの DPA とかのマイクつけてるじゃないですか。私ここに、うん、こういうのこういうのがニュンって出てるやつねつけてるでしょ。あれがないと大きくならへんからね。まあさすがにドラムには勝てへんから。ほんでそのそれやった時にそのマイクもねあれ6万とかするんですよ。あの私が持ってるやつ高っけーなと思って初めはそんな6万もいらんわと思ってね、だバイオリンだけでも高いのに持ってで1万円ぐらいのやつじゃないかなとかね、まあ頑張って3万円ぐらいまでやってたけど6万の方が確実に音がええんですよ。ならその1万円でなんか音潰れたりしてあんまよろしくないのよ。なんぼ私がめっちゃ バリバリ音程バッチリ取ってすごい演奏しててもバーって並んだ時に6万6万6万1万のマイクやったらあの人音悪いよね、あんまりうまくないよねってなるわけですよ。そこまでが実力です。なのであのそこはクラシックで勉強してきた人はなんかそのやっぱり本体がうまいかどうかっていうのすごい気になると思うからあの気にしはれへんと思うんですけど、やるんやったらいりますね。まあだからそうね、めったにないとかいう話なんやったらそんなもったいない話ですけど、まあ、今後ねそういうなんかこうマイクが例えばすごい大きなグランドピアノとサックスとドラムとバイオリンで弾きますみたいになったら絶対マイクはいるんで、あの勝てないからそのあのグランドピアノ全開になってるポピュラーピアニストには勝てないから、でもドラムなんか絶対勝てないからマイクいります、うん、ほんでその時にだマイクなんか私いらないわって言うてマイクやれへんかって聞こえへんかって、あの人なんかバイオリン全然よく聞こえへんかってね、うまいなあの人ほんまにみたいになったらもったいないじゃないですか。ってなってきてやっぱマイクはいるよねってなって、そしたらマイクのあの良し悪しっていうのもこう楽器とかに含まれるので、もう本当にいい楽器持ってる人はいいマイク買ってあげへんとかわいそうです、それはね、うん、そんなこともあり、でまあそういうのにみんな慣れてきてるからだんだんね、あの昔はねそのなんかホームビデオみたいなんでも面白いなっつって楽しいなっつってみんなで見てましたけど、だんだんね、うん、あの見慣れてきたからみんなね、あのまあそうやり方もいろいろあるから、まあ一概にとは言えへんけどやっぱいるよねっていう結論に至った2021年でございました。はい、ね隣のねピアノの先生がね、まあ、この12月でね産休に入られるようんでね、あのこうあのやっぱりこうなんかちょっとねお手紙とあのいただいたんです。インツのチョコとか好きだわ私、これもう先生大好き、もうこれなんかお手紙を中に書いてあってね、でこの横にこれ取っちゃいましたけど これがついてんのよ。これ一杯分のスタバカードになるんですよね。スタバのカードっていうかスタバ671円分の、あれが食べれますよ。なんか一杯どうぞっていう、ね、もうこういうもうセンスがいい先生大好き。もう今年本当にあのあれ欲しいものリストとかも載せてたらいっぱいみんな送っていただいて本当に助かりました。もう私はあれで生きております、ありがとうございます。てなわけでその今年最後の最後に今年もラジオトークのイベントに選んでいただけたんで、12月26日日曜日の夜6時から9時の間にそのなんかラジオトーク忘年会っていうね、あのラジオトークのイベントがあるんですけど、そこにまあ出させていただいて、なんか知らんけど私一番最後なんですよ出番ね。でなんか今年はその夢を叶えようっていうあの、まあ、去年もやってたんですけど、あのそこの5人の中に選んでいただいて、私が何をするかっていうと、26日に東京まで行ってきます。ラジオトーク本社まで行ってそこで芙美子と非公開をあのオフ会みたいな感じでやりたいなとね。 YouTube でちょっと一時期やってたんですけどごめんなさい、ちょっともうあの続けなくなってしまって、なぜなら私が面白くなかったんですよ。はい、皆さん楽しかったんでしょうけど、でやろうなと私も思ってたんですけど私が辛かったんですよ。だからまあ私も楽しい方がいいよねっていうことで、まあオフ会というか、まあできたらね今後なんかこう半年に1回東京とかね、うん、もっと名古屋とか北海道とかね、あの、まあ、たまにねこう巡ったりとかして、まあ、その土地の皆さんとみんなで弾こうよみたいなことができたらいいなと思ってるので、なんかそれをね、あの そういうの会をやりたいんですっていう、ね、でとりあえず東京でそのちょっと何十人か集めてあのみんなで弾こうと。でまあ私の曲やったり、まあまあまあポピュラーでもいいですけど、でその楽器ももう問いませんと、ギターでもあれでも、ただアコースティック楽器には限ります。だからピアノの人はあのあれやったらいいよ、鍵盤ハーモニカやったらいいよ、うん、だからその会場に来ていただいてそのちょっとつなぐとことかはないので、電気楽器は無理なんですけど、まあ、ギターとかウクレレとかあのバイオリン、ビオラ、チェロ、まあ、ベースも OK です。んであの
あの管楽器でもいいです、うん、あの複方の管楽器でも OK ですっていうようなあのをちょっとみんなで集めて、まあ、私が前もってこの曲とこの曲とみたいな感じで何曲か出しときますんで、もう楽譜も出しますんで、それもその通り弾かなくて全然いいですね。コード楽器の人はコードで弾いてもうたらええですし、そのちょっとそんなバイオリンで弾くパートをあのベースで弾くと無理ってなったらそれはあのコード音で弾いてもうたらええし、もっとなんか間引いてもらってもその辺は適当にあのちょっとアイリッシュの人たちの練習みたいな感じでいいかなと思ってるんですよ。全員が全員バッチリ弾くんじゃなくて、あのもう本当好き勝手でみんなで自分の楽器持ち寄って、まあ私バイオリンなんでバイオリンの人が多いとは思いますけど、まあ弾けるとこだけ弾く、もうバリバリ弾ける人は全部弾いてもらったらええし、いやちょっと無理やなっていう人はもう小説の頭の音だけでも弾いてもらったらいいかなっていうような会を、まあ今後やりたいけどそれ全部あの企画するのめんどくさいなと思ってたら、そのラジオトークさんのがあったんでラジオトークさんにもうあの丸め込みました。はい、なのでそれをやりたくて、そのためにはそのあのラジオトークさんを巻き込んでラジオトークさん主催ふみこと非公開みたいな思いぜひやりたいというようなプレゼンを12月26日にしに行きます。私が本社にその予算流れます。あのラジオトークから聞けます。でその時に私1曲やろうと思うんですよ。私弾くんで、皆さんよかったらラジオトークのアプリダウンロードしていただいて、その画面の前で一緒に弾いてください。あれやります、ゲルハルトの休日。はい、私の曲でね、その曲なんじゃっていう人もいるかもしれないですけど、今やろうか、今ちょっと弾いてる、ちょっと時間あるかな、ちょっと大丈夫かな、隣のこうクラシック系の楽器の人やから、あの部屋やから。これは楽譜売ってます。楽譜がちゃんと知りたいっていう人は下に貼っときますんで、すいませんが500円で買っていただけたらと思います。ただ覚えれるぐらいの曲です。なのでこんなん別に、まあ、なんていうの、そのほら皆さん画面の前で弾くだけやから、あなんていうの私が聞こえるわけじゃないから、あの雰囲気だけ参加したい人はもちろんその参加してるふりで別に前にいてくれてもいいんですけど、で、まあ、何をしてほしいかというと3万スコアが欲しいんですよ。でそうさ、みんなからいただける3万スコアがOK になったらそれを実現してくれます。ラジオトークさんが実現してくれます、まあ、つまりお金を出して箱とか用意してくれます。なので、それをぜひとも実現したいんですよということなんで、ちょっと今からこの曲ですね、これね25日発売の受験の CD に入ってる曲なんですけど、それの、バイオリンパート、うんとね、これは、まあ、都単調の音階です、ゲームオールでクラシック系の人はゲームオール、ポピュラー系の人は G マイナーのスケールを、まあ、基準にしてる、なんかちょっとまあそれに気配ったぐらいの感じなんで、別に楽譜なくても全然いけるわっていう人はそんな感じで、ね、なんかもう雰囲気参加したい人はなんか G マイナー弾いといたらええんちゃうかなと。
長のスケールでございますので、よかったらね、参加していただけたらねと思います。はい、これを日本全国でつなげましょうじゃないですか、気分だけでも。はい、というわけでこれをまあ26日の晩にやって、まあ、皆さんで盛り上がって3万スコア達成できたら、東京行きます。でこれみんなで弾きましょう、これバーン流して、まあゆくゆくはね、ほんとね、その会自体がこう続くようであればバンドも連れて行きたいですけど、まあなかなかお金もはかる問題ですんで、まあちょっとちっちゃいところからね、はい、やっていこうかなと思ってます。はい、というわけでまあ今年もなんかね、こっから先忙しいんですよ。あ、私また明日からこう、今日でレッスンとりあえずね、年内は終わりで、また年明けからって感じなんですけど、その間髪の型変わります。はい、というわけで明日ね、またね、あのブレイズ6時間かかんのよねアホなんていう感じですけどまあそんなわけでまあね、ちょっとまだ年末に向かっていろいろやって、ちょっと忙しいんですよ今、ほんま忙しいの。だからなんか全然動画出せなくて、YouTube、ラジオトークとかはもう寝る前とかに撮れるから出してますんで、まあ話をね中心に聞きたい人はラジオトークいっぱい聞いてもらったらいいかなと思いますが、はい、まあ YouTube をまたこれから出していきますんでよろしくお願いします。というわけで26日もし協力していただける方は、これを一緒に画面の前じゃあ YouTube じゃないから、ラジオトークやからラジオトークの前で弾きましょう。ぜひよろしくお願いします。私はもう弾いてますんでね、東京から流します。はい、というわけでまあね、全国皆さんもうだんだん回れるように、まあいろいろ何株なんとか株とか言ってますけど、まあ気をつけつつね回れたらいいなと思って、まあどこでも行きますんで。はい、というわけで休憩時間が終わりそうなんで今日はこの辺にしておきます。はい、では皆さんね、ぜひ26日よろしくお願いします。というわけでお疲れ様でございました。